青森県立八の北高等学校は、青森県八の平市大久保座町道にある、全日清教学の県立高等学校。通称、北高、八北。設置過程交渉無かい鶴を図案化したものを下地に、北に、北極を象徴させ、こうを加えた。案は、広崎大学の石原秀夫助教授による。校歌作詞は、横浜聖大。作曲は、本間正夫。 2002年の創立40周年を機に新校舎が建設された。設立当初の校舎は生徒玄関が2階にあり、職員玄関が1階にあるという得意な構造を持っていた。これには生徒が学校の主役という意味があり、生徒玄関へ続く24段の階段、階は8の壁高の象徴であった。新校舎には階は存在しない。ほとんどの生徒が 大学等への進学を希望しており、約70%の生徒が4年生大学へ、100人超が国公立大学へ進学している。2005年に青森県で初めて文部科学省スーパーサイエンスハイスクールに指定されていたが、平成27年度で指定は終了した。2018年度には東京大学、京都大学それぞれに1名ずつ合格者を輩出した。 運動部文化部文化系の部活動が特に盛んである。中でも演劇部と吹奏楽部の活躍が一しい演劇部は全国高等学校文化連盟演劇部門において全国最多3回の最優秀賞を誇る。吹奏楽部は東北大会に出場することも多く、不問館における全日本吹奏楽コンクールに出場したこともある。ありがとうございます。